カリンちゃんとチャイちゃんの今日は一体どんな体験が待ってるのでしょうか。ご紹介をくれましたナレーターを務めさせていただきますミランダカーです。おや、カリンちゃんが何か待ってるみたい。イケメンだね。飼い主が何か持ってきた。箱の中が気になるのかな。そりゃ気になるよね。あ、急に毛繕い始めた。興奮を抑えられないんだね。匂いを嗅いで中身をチェックしてるみたい。賢いね。あれ、チャイちゃんを呼びに行ったみたい。優しさの塊だね。やっと会えたみたい。その頃には猫ちゃん興味なくなってるね。うわぁ、こんなにいっぱい。何かな。これはシーンさんで買った猫グッズだね。あのシーンさんで猫グッズがこんなに売ってるんだ。それにしても三毛猫の猫ちゃんかわいい。あれ、亀さんみたいに首を伸ばした。爪研ぎのようなものを持ってきたね。爪研ぎが三段になってるみたい。あ、目をそらした。うわ、カリンちゃんが興味津々。ずっと寝ていた猫ちゃんも興味があるみたい。かわいい。左手でタッチして私のものよってやってるみたい。うわ、カリンちゃんが乗ってるのに奪いに行った。かわいい。悪い子だね。あ、まだ組み立ててないのに爪研ぎ始めた。品定めをしてるのかな。難しそうだね。一個一個品定めしてるみたい。あ、カリンちゃんも品定めに来た。小さい爪研ぎを器用に使ってる。チャイちゃんに見られててやりにくいね。いよいよ組み立てを始めたみたい。どうなるか楽しみ。ねじ込みをするんだ。まだ出来上がるまでかかりそうんでな。今チャイちゃんがカリンちゃんにちょっかいを出した。あ、ついにできたみたい。どんな反応するのかな。なんだか眠そう。あ、カリンちゃんを呼びに行った。あそこに新しい爪研ぎあるよって。うわ、痴漢だ。これは芋掘りをしてるんだね。うまく収穫できたみたい。かわいい。あ、なるほど。新しい爪研ぎはここだよって教えてくれたみたい。何かにとらわれたようにやってるね。わ、急に毛づくろい。興奮してるみたい。上にもあるんだよって教えてくれたみたいだけど、下が一番いいみたい。満足そう。あ、チャイちゃんにチャイナドレスのプレゼントだ。全然気に入ってないみたい。
すごい刺繍が施されてる。リードを取り付ける D 缶もついてる。あ、カリンちゃん今さら爪研ぎしてる。あー気持ちいい。うーあー気持ちいい気持ちいい。あー気持ちいいな。あーこの爪でさ、私は世界に高麗人参を広めた高麗カリンです。あ、あの有名な高麗カリンさんだ。それでは間もなく天下一武道会を始めます。ご参加される方はこちらにお集まりください。エントリーナンバー367番高麗カリン選手失格。あ、カリンちゃんがリンゴになってる。何でも似合うね。猫ちゃん結構気に入ってるみたい。あ、ここ見てってやってる。あー、なるほど、耳を出せる穴があるんだ。かわいくない。いや、かわいいね。目線を外してモデルを気取ってるみたい。いや、かわいくない。すごくかわいいね。アップなんてすごくかわいいね。目がキラキラしてるね。マズルもぷっくりててかわいいね。一番かわいい猫ちゃんだね。お家にあったペット用のメガネとの相性もいいね。インテリだね。おやおや、マーメイドのお洋服みたい。それは何って言ってる。あ、チャイちゃん恥ずかしそう。水着は久しぶりだからって言ってるみたい。あ、マネージャーのカリンちゃんが来た。これどうかな。オッケー、やっちゃいなよ。恥ずかしすぎてお部屋の端っこに行ってる。でも気になるみたい。本当は着たいんだね。わ、逃げた。嫌だったのかな。マネージャーも様子を見に来たみたい。わ、すごい似合ってる。かわいい。どう、見てカリンちゃん、チャイ綺麗でしょ。カリンちゃんあまりのチャイの美しさに緊張を隠してるみたい。カリンちゃんがチャイちゃんのことを守ってる。そんなに綺麗だと思ってるんだね、カリンちゃん。自意識過剰だね。今度のお洋服はまた面白そうなのが出てきたね。うわ、このナイフとこのお洋服、チャッキーだ。うわ、お着替えタイムだ。吐きそうだね。カリンちゃんはぶっ飛ばされたいのかな。ごめんなさいだね。あれ、どうしたのかな。あ、そうか、チャイちゃんマーメイドのお洋服取られたくないのね。爪が引っかかってるんだね。すごく嫌そう。頑張ってほしいね。あ、しれっと逃げた。泣く子はいねえか。泣く子はいねえか、やば。あー、カリンちゃんにこの活動気づかれたくないな。下のそばに寝ようか、上のそばに寝ようか。うん。あー、やばい、カリンちゃんに気づかれちゃったかも。どうしよう、どうしようどうしよう、どうやってごまかそう。上のソファにしようっと。あ、気づかれなかった。よし、どうしようかなーっと。チャイちゃん、そんなとこ何してんの。バレてたー、バレてたー。よいしょだ、逃げろー。ん、今度は何かな。赤色の中に黄色のゲジゲジ、なんだろう。カ
リンちゃんのバコリは世界一だね。たまにはいいこと言うね。うわ、お尻の動きがすごい。お尻のところだけ別の生き物がいるみたい。そんなわけないね。うわ、背中に乗せた。これは何？うわ、猫ちゃんホットドッグだ。猫ちゃんの部分はウインナーなんだね。ゴンブトのウインナーでニョキってか。ちょっと何言ってるかわからない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カリンホットドッグはいかがですか？焼きたて、もちもち、ジューシーで美味しいですよ。ちょっと何言ってるかわかんない。なんでだよ。おやおや？ドレスかな？すごい！ミスユニバースだ！なんか気取ってるね。セクシー！ダイナマイツ、おちゃいのユニバース、おちゃいのユニバース、ただのデブ、ただのデブ。それはお洋服。ラーメンの後にご飯食べてた。それは二人だけの秘密でしょ。じゃあデブ違う。じゃあデブデブ違う違う。じゃあ何なのか教えてくれよ。仕方ないわね、ここだけの話。おちゃいのユニバース、おちゃいのやんだそれ、おちゃいのユニバース、だからそれなんなん。おちゃいのユニバース、おちゃいの、聞いてくれ、おちゃいのユニバース、おちゃいのユニバース。いや、だからなんだよそれ。お、さくらんぼのお洋服。チャイはね、さくらんぼが大好き。さくらんぼを食べた後にね、種をってするのが好きなの。フィッティングを始めるみたい。今舌打ちしたね。うわ、かわいい。かりんちゃんも気になってるみたい。寝たね。なんか不満そう。あ、そうか、リボンを忘れてたんだね。今度はかりんちゃん来てくれるかな。いい子だね。あ、イカ耳になってこっちを見てる。気に入ってないのかな。いや、使い方が違うんだね。あれ？眠そう。結構気に入ってるんだね、かりんちゃん。これは何かな？ん？これはライオンさんのバッグ？穴が開いてるみたいだし、どうやって使うのかな？うわ！さっきのバッグからチャイちゃんが出てきた！これはバッグじゃなくて遊び道具？今度はかりんちゃんがトライ？しゃあ言うぞこの野郎。わあ、一目散に逃げてった。ん？チャイちゃんのアクリルスタンド。あ、なるほど、このバッグから猫ちゃんの顔だけ出すという可愛いバッグなんだ。いつか入ってくれたら嬉しいね。今度は何かな。また爪研ぎみたいだね。これは組み立てないといけないみたい。そこに取り付けるんだね。取り付けできたみたい。このフィルムを外したらどうなるのか楽しみ。
奥で下品なポーズしてるね。これはこの家族に心を許しているへそ天のポーズだ。チャイちゃんはこの家と家族が大好きなんだね。うわ、触られる。すごい護身術だね。ついに完成したみたい。わ、チャイちゃんがさらわれちゃう。なんだ、爪研ぎの上に乗せてくれたんだ。誰もさらわないね。チャイちゃん気に入ってくれるかしら。あれ、全然爪研ぎしない。気に入ってないのかな。あ、今度はカリンちゃん。カリンちゃんは念入りなチェック。あ、チャイちゃんはそこの位置がお気に入りみたい。あ、カリンちゃんが乗った。足とお尻のラインが美しいね。あれ、カリンちゃんも気に入らなかったのかな。あ、チャイちゃんくつろいでる。みんなそれぞれの時間を楽しんでるんだね。なんか独り言言ってる。幸せそうだね。今回使用した商品の詳細は説明欄よりご覧ください。この動画の提供はシーンでした。